遠い昔、陰陽師たちが妖王の遺体を封印したと伝えられる妖物、霊玉。遺体が放つ妖気を込めたその玉は、人間には百害あって一利なしだが、妖怪たちには妖力を高める千個の宝物となった。霊玉を破壊することもかなわず、妖怪たちの手に渡ることを恐れた人間は、妖怪退治士大城一族の拠点である大城村に隠した。霊玉が世界から姿を消した後、人間と妖怪の間には一時の平和が訪れ、しかし一人の欲深い人、その平和に終止符。大城一族の末端退治士が霊玉を封印した結界を破って、霊玉に群がる妖怪との戦いで密かに人間の身にて妖怪となり、だが彼は自らに向けて冷たい復讐の刃を、一人のその少年とは大城一族の後継者。
よろしく頼む。 よろしくお願いします。 怪我はありませんか？はあ？私の身、私に任せる。よろしく頼む。相手になってやる。怪我はありませんか？ぼちぼち行きますか。
くらえ。いくぜ。やっと待て。はっ。はっ。悪いな、加減はなしだ。